ええー、はっしーです。えっと、もう一つね、あのー、ええー、医者の最新情報、あの、簡単にお話ししておこう、お話ししておこうと思います。よろしくお願いします。ええー、来ましたええー、日本円が紙くずとなる。そしてドルも紙くず。すべての経済と株式が崩壊すると。ね。ええー、日本の、日本円の紙くず化は、 最終ステージに突入ということだね。日銀、上田総裁が仕掛けた YCC 最終制の悲惨な結末だって。すごいね。これあの、プレジデントでね、乗ったんだよね。えー、日本経済はこれからどうなるのか。えー、JP モルガン銀行ね、元日本代表の藤巻、えー、ほにゃららは、 ね、日銀の10月の金融政策決定会合でうんぬんかんぬんと。ねえー、GCR= 世界通貨改革の内容が最終決定。先週末から得られた情報に関してさまざまな視点から情報の真偽などを検証していた。ようやく検証結果を見出すことができましたと。と、えー 世界通貨改革のゴーサイン点灯にという結論だってさ、えー。今後の流れ想定など考察内容を書き、えー、記,記事に綴ったと。目、ね。えー、と何、何先週末3日から5日に得ていた情報の検証考察結果を、えー、綴っておきたい。日本時間。 えー、いつか GCR のゴーサインが点灯だってさ。ね、これがこの通りいけばいいけどね。次、えー、医療用メドベッド。ね。えー、せ開始はゲサラ法が始まったということ。お、ホワイトハットは勝った。メドベッドはじめ6000もの宇宙テクノロジー。 新技術が公開されるだ。すごいね。ホワイトハットは勝った。速報。メドベッドはクリスマス前に利用可能になる。ほんとかいいね。スカイプリンセス。これはえ他の信頼できる情報源によって検証されているだって。なんだよ、この他の情報って。えー、ホワイトハットは勝った。えー ゲサロ法が始まっている。新世界ガンガン加速。えー、スカイさんの動画。思い描いてた新世界。うん。本当かね。いやー、これが本当だったらいいんだけどなーえー、金星高等評議会のアメノラさんからのチャネリング情報。<laughs> チャネリング情報。本当かなー トランプ大統領は何度も何度もラリーを行って、裏でのシナリオの、えー、円幕を張っていた。えー、ここ最近金融システムや新技術の嬉しいニュースしか目に入らなくなっていて、もはや新世界が間近に迫っていると分析していた。これは金星高等評議会の、えー、アメノラさんからのチャネリング情報だということ。ホワイトハットが勝ったということで、実はすでに ネサラ、ゲサラ法は始まっているとのこと。トランプ大統領は何度も何度もラリーを行って裏でのシナリオの円幕を張っていた。えー、最近金融システムや新技術の嬉しいニュースしか目に入らなくなっていて、新世界が間近に迫っていると分析と。ティア 4B の召喚予約は一般レベルの人道支援者にとっての 最初のメドベッド予約と。メドベッドの動画配信はアライアンスが管理する。ね、今後地球は豊かさ、繁栄、平和へと。人間も動物も長生きできるようになる。時空を超えた旅ができるようになり、病気、工場、大規模農場、汚染物質はなくなる。やったぜー すごい嬉しい素晴らしいね。ともかく思い描いていた新世界が間もなくスタートしようとしていると。ね。ワクワクが止まらないと。ワク、ワク、ドキ、ドキ。ね。えー、日本はどうかといえばと。ね。ゆうちょ銀行の ATM が変わりと。多くの銀行のシステム不合が起きと。天候不順。ね。 新幹線の運転見合わせ。今まで起きたことがないようなことが多発と。ねえー、で、最後、ねえー、バイバイ電一家も議会に召集されると。ようやく断崖と。えー、マクレガー元陸軍大佐が、えー、起こる可能性が出てきたと言ったと。ね、まあ、いろいろと出てるけどね。とにかく楽しもうと。 いうことですあとなんかあるかな楽しいニュースは他にあるかなうん。いっかなこんなもんでね。はい。えー、それからなんか嬉しいワクワクするニュースだけ言おうかないっか。もうこんなもんかなまあ一応言っとこうかえっ、ー、と、はい。 えー、ウェールズファーゴ。ね。ウェールズファーゴ銀行。その他の銀行の主要口座の利、え利、ー、率について話し合いが行われ、えー、事務の召喚と通貨交換について、本日利率が決定されたと。TR4B 通知期限迫るだって。本当かな。まあでも、すべて楽しく考えればいいか。ね。 あとは何かあるかんえー、TNT コール。情報源はみんな。11月10日金曜日の夜か11日土曜日の朝に新しいディナールレートが見られるはずだ。保証されたバックウォールは13日月曜まで。グループ T4B、d e a 4 b, 4 b 召喚者は メドベッドが一般開放されるまで待つ必要はない。召喚の日はベッドを使えるようになるだろう。すごいね。11月17日、政府閉鎖、電源を切ると。えー、タイムラインは 10, 10月から11月17日まで延長されたと。このタイムラインは、えー、完全に適合するということです。 まあ短いですけどね、えー、これぐらいの情報さえ言っとけばよろしいんじゃないかと思います。イエイ